皆様こんばんは、蒸し暑ございます。もうエアコン入れててもね、これ前からライトが出てるんですよ。もうそれでも暑いわ、暑い。カズラジでございます。皆様、今夜もしばらく10分ほどお付き合いくださいませ。今日また神戸初なんだけど、明日ね、実況終わってからまた東京に移動しますので、日曜の深夜と、月曜日はカズラジは東京発になるのかな。でまた、火曜日の午後の便で、新幹線乗って関西戻ってきて、そのままもう新大阪からタクシーで京セラ行きます。でこっち帰ってきて、火曜の夜はここでまた、カズラジできるかな、火水木で、金土は筑後発になります。来週はね、もういろんなとこ行ってるでしょ。もう本当困ったもんでございますが、さて、坂典さんでございますが、海を見ていた午後、昨日歌いましたが、一節歌っていただいてありがとうございました。男性の声で聞くのもいいですね。まあ、男性の声中でも僕の声なんですいません、本当に。あなたを思い出すこの店に来る旅という詩で始まりますが、私にも何軒かあなたを思い出す店があります。いいですね、こういうお便り大好きですね。あるよね。しかし私が学生の頃にあった店は高齢化や後継ぎがいないということでどんどんなくなっております。福岡市の中心部では再開発事業が進んでいるので、跡地に新しいビルが建つと記憶も曖昧になって思い出がなくなってしまった気分になりますということ。ね、そうだね。まあ、そのあなたがね、その記憶の中にあなたがいるかどうかは別として、僕 の学生の頃バイト先の近くにあったね、阪急宝塚線の豊中駅の、すぐ近く、西出口界隈ですよ。あそこにあったね、喫茶店によく行ってたパウリスタさんっていう確か名前だったね。マスターがね、無口なマスターがいるんだよ。でコーヒーが美味しいはずの専門店なんだけど、その頃若造であったお前は、コーヒーの味など分かろうはずもなく、ね、今もコーヒーの味は分かりませんが、薄いコーヒーであれば OK なんだけども、ね、そういうコーヒー専門店で僕はいつもナッツミルクティーなる軟弱なものを飲んでいた。そこはね、本当に前もお話ししましたが、サイフォンがあってね、でなんかやたらそのガラスがいっぱい置いてあった、まあサイフォンのガラスもそうだしね、なんかこうランプね、室内の装飾もランプで、まあ、ガラスがすごいイメージにあるな。おそらくそんな店も阪急豊中駅近辺は、特に西口あたりは再開発が行われまして、もう全く様変わりしています。もうそんな店ないはずです。行ってないんで、ないとは限りません、あるかもしれませんが、ただ昔あったところにはないはず。もうビルの中に入っていたりするんだろうね、あったとしてもよ。だから、まあ、そこには最近行ってないんで、もう電車の中からね見るしか術はないんだけれども、なんかこうね、そこに行って全然違う様になってるのを見て、なんか自分のその思い出はなくなってしまったなという気分になりますわね、そらね。坂典さんのお便りを続けます。不思議に思うのは、あなたとの思い出はファストフードやファミリーレストランにもあるはずなのですが、それは忘れています。ほう、個人経営の喫茶店や洋食や、今入りの町中華みたいなところの方が鮮明に覚えています。そうかな。僕は別にロッテリアでも、ケンタッキーでもあるよ。近所の車でいつも行ってたファミレスにもなんとなく思い出はありますけどもね。その思い出にあなたが存在しているかどうか別ですけどもね。なるほどね。追伸、ハエ取り紙は佐賀や福岡のスーパーやドラッグスコアでも売ってはおりません。売ってないか。こういう時はアマゾンが頼りになりますということ。なるほどね、いい追伸ですね。なるほどね。その店で過ごしたあなたの話からハエ取り紙まで、さまざま分野広いですね、カズラジ。ありがとうございます。さて、緑 NJ さん、いつもありがとうございます。おとといのカズラジは久しぶりに
肩と腕だけ写っている画角で懐かしく感じました、昨日はお顔も写る最近のバージョンでしたね。これ最近のバージョンで、というかもともとこれで始まったんじゃないかな。どうだっただろうかね。ちょっとしたことでも連続するうちにそれが当たり前になるもんだなと実感しました。確かにね、毎日の生活習慣も同じように小さなことから変えていけばそれが当たり前になって自分の望む方向へ行けそうだと思いました。まあ本当そうだね。当たり前にする、それをルーティンにするっていうことっていうのは大切なんだね。お前もちょっと血圧を下げないといけない。確か最近はハエもめったに見なくなりましたねというみどりさん、昔母がハエたたきで、ハエだけではなく G ね、コックローチ G も叩いていたな。恐ろしいですね。ありがとうございます。昔の女性母は強かったっていう感じでございますね。ありがとうございます。リノミザヨさんです。関西は梅雨に入りましたかということ。入った。2週間遅いよ平年より、沖縄は梅雨明けで一気に真夏です。大変だね。我が家は去年からエアコン3台のうち1台故障。沖縄でエアコンが使えないのはきついな。2リットルのペットボトルを凍らせて扇風機の前に置いております。サーキュレーターはエアコンの下で稼働中ですな。なるほどね。今年は冷水を置いて回す扇風機を買うか検討中。エアコン修理か買えよという感じですが、ということで、お金も風情も感じる余裕がない毎日ですが、これもまた素晴らしき人生やって感じました。いいですね。ありがとうございます。いいですね。いいじゃん。氷で、氷の風で、あと2台は稼働するんでしょ。いいんじゃない、耐えてみたら。でも大変だね。我慢しちゃダメだよ。でもね、なにわブレイブさん、大前さんおはようございます。良い音色でした、昨日のあのギターの音。新井由美さん、私の兄貴がよく聞いておりました、懐かしいなということ で昨日ね、そうそう、その海を見ていた午後、の一節やったんだけどね、まあ、とっても好きな歌なんだけども、あなたを思い出すって昨日1番の歌詞歌ったんだけど、僕はあのこの2番のね、この出だしが本当は好きなのよ。知ってる？みんな。してやんなかったね、おそらく怒られると思います。ここで読みときますね。そんな感じで、ね、このあの時目の前で思いっきり泣けたら今頃二人ここで海を見ていたはず。なんかこの一節良くない？ありがとうございます。個人の感想でございます。同じ曲を2回やるっていうのはめったにないんだけど、本当は今日僕同じユーミンの曲で霧雨で見えないをやろうと思って、楽譜を用意していたんだけど、また今度にします。ちょっと今のその部分をちょっと佐賀のりさんのお便り読んで思い出したんで、やってみました。ありがとうございます。
それからですね、ひで99さんでございますが、いつもありがとうございます。右京さんのご指摘ありがとうございました。確かに間違った表現ですね。そうでしょう。おそらく普段の仕事のメールでもそんな間違った使い方をしているんだろうなと思って反省しております。多様性に対する対応っていうふうに昨日おっしゃったのね。対する対応、二重表現ですねということで、でちゃんとご自身でね、書き換えて、来られました。多様性への対応ですね。大前先生、これ100点もらえますか？100点です。ありがとうございます。そんな感じで今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。また明日ね、実況頑張ってお仕事して、で夕方ガラガラ引いて新大阪行って、はい、東京に移動します。で中途半端なのはね、東京に9時ごろ着いてホテルに9時ごろ入って5時からの中継なのよ、朝5時の。ということは3時に、3時じゃない、4時に行かないといけない、2時に起きないといけない、まあ、3時間寝られるかな、そんな感じです。まあ、頑張ってやります。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。